やはりどうしても本当の親には生きてる間に会いたいし、探したいですね。でも病院からはそれはダメだということで禁じられてしまっているので。そうですね、これは人間として当然の権利だと思うんですけど、まあ、普段からそのことはなるべく考えないように考えないようにはしてるんですけど、やはり近所で、まあ、親子で歩いてる姿とか、まあ、テレビドラマなんかで親子の話とか、まあ、そういうのを見ると、ああ自分の親は本当はどこにいるんだろうかなって、まあ、すぐそういう気持ちにはなってしまいますね。病院が間違いを起こしてるのに病院ではできない、はい、何の、アドバイスも何のあれもできないと、うん、ちょっと現段階では最初下で調査できない、うん、検討結果、私ども検討した結果、そういうからしてもお伝えしかできない、うん、そうですね。だからあとは何ができるのかって、先ほど申し上げたその金銭の部分でやはりご提案をするっていうことが、まあ、病院として、まあ、主体となってできることっていうのはやはりそこになるんだろうっていう検討で、まあ、今日はまあちょっとお話をさせていただいているというところで。